すべての作られたものの主なる神キリストイエス様、あなたを褒めたたえる
新しい朝が明けたことをありがとうございます。新しい礼拝の年、新しい賛美をもって作られたすべてのものはあなたを褒めたたえる新しい礼拝の年、主よ心からありがとうございます。元旦を礼拝をもって今日始めますが、この礼拝に呼ばれた私たち一人一人が今持つ体の痛みや心の痛みもあります。世界にも痛みが満ちている。しかしこの礼拝の中で、この礼拝に満ちる賛美の中で、キリストイエス様の十字架によってこの地にさんさんと降り注ぐよみがえりの命の光を受けることができます。主よ、私たちの痛むところにあなたの賛美を響かせてください。そして私たちのすべてがあなたを賛美するものとされ、またこの痛む地にも、この礼拝を通してあなたのよみがえりの命の喜びが、賛美が満ちますように。この礼拝の時を感謝し、イエス様の愛なるお名前によって祈ります。アーメン。今年は新しい礼拝の年です。昨年、来年は新しい礼拝の年ですと言われた時から、私の中に一つのイメージが離れなくなりました。それは美津子さんがかつて見られた天の礼拝のイメージです。たくさんの白い衣を着た人たちが物見やぐらのような高台に立ってハープを弾いている人を中心に賛美をしていた。あのハープを弾く人は誰だろうと思うと、ダビデ。何を歌ってるんだろうと思うと、新しい歌。どんな歌と思うと詩編40編。そんなふうに思うと同時に瞬時に答えが来る、そんな世界だったそうです。そしてこれは天の礼拝の姿なのだろう、みんなアレリアの歌を歌っていたんだというところのイメージです。このイメージを、この幻を美津子さんが最初に見られたのは白い鳩からしばらくした頃でした。そしてそれからさらに20年以上経って、2012年の1月に土曜賛美練習の中で再びその幻を思い出されました。それはその時に賛美されていた賛美があまりにも美しかったからです。で、その時は聖なるかな、サンクトスが賛美されていました。そのあまりの美しい賛美の響きに、これは天の礼拝だと思ったそうなんですね。そしたらその時に雲の上のようなところから、人々が、何千何万の人々が手を挙げて、一人残らず真っ白な銀色に輝く白い衣を着て賛美している姿を見られたそうです。その時美津子さんは祈られました。そしたら声が聞こえました。一つなんだよ。天と地は一つ、あの白い衣の人たちとスタッフが一つ、スタッフは白い衣なんか着ていませんよ。すると主は、一つなんだよ、お前には白い衣が見えないのか、白いのだよ、そう語られました。この日は土曜賛美練習で、賛美隊は
思い思いの服装をしていました。私にはそれが、地上で生きている私たちにはいろんな問題があります。痛みや悲しみ、弱さ、不安、そして喜び、そんなさまざまなものを抱えているということを表しているように感じました。でもダビデを中心とした天の賛美隊が真っ白な銀色の衣に、銀色に輝く衣を着せられているのと同じように、地上の私たちも白い衣、それも銀色に輝く白い衣が着せられて、一つとなって賛美しているというんですね。私たちの罪、痛み、悲しみが主の血潮によって一つとされ、白くされるということではないかと思いました。でもだからこそ、私はこの銀色に輝く真っ白い衣は神様の喜びと、そして天にあるもの、地にあるもの、作られた私たちの喜びを表しているのではないかと思いました。お前の目には白い衣が見えないのか、白いのだよ。これは神様の目ですね。現実は今なお痛みや悲しみ、不安が満ちています。でも私たちには白い衣が与えられている。そのことに気づくだけでも、私たちの喜びも、そして神様の喜びも大きくなると思います。作られたすべてのものは、私たちの喜びが今の傷んでいる時代を、地球を覆い癒していくと信じます。ところで、昨年11月に命の流れのアレルヤという賛美の楽譜チェックをしました。でその時に1と2の立体賛美をしたのですが、美津子さんが、きれいだけど何か足りない、ピアノも入って、でも伴奏じゃなくて賛美として入ってと言いました。でピアノのマナエさんはちょっと困った顔をしましたが、でもソロのユキさん、小原さんが歌い出すと、その響きに引き出されるようにピアノを引き出しました。すると本当に声の賛美だけの時には見えなかった、感じることのできなかった美しいキラキラとした響きが、まるで光のように私には感じられました。で美津子さんがその時嬉しそうにね、これなのよ、私が22年間待っていたものはこれだったのよ、そういうふうに言われたんですね。でその22年間待っていたっていう言葉を聞いた時に、私は一体何が起きたのかわからないのに、もう内側から喜びとしか言いようのないものが満ちてきて、本当に体が震えるような思いをしました。美津子さんがずっと賛美隊に、私たちに言われていたのは、音や長さのことではなくって、この響きのことだったんだ、この響きで一つとなった時、これよっていう、22年間っていうのは黙示録賛美が与えられた最初から美津子さんはこの響きを聞いておられたのだと、そしてこの響きを何とか私たちと共に賛美したいとずっと願って、コンサートを持ち、また礼拝で賛美を続けていたんだなと思いました。何か時至って、この新しい年にこの賛美の響きが表されるというのは、本当に神様が今願っておられること、表そうとしてくださっていることだと思います。でその時美津子さんはね、これからは立体賛美の時はピアノやハープもね、一緒に賛美してって言われたんですね。本当にそんな時が来るのだと本当嬉しくなります。で今まで立体賛美の中でまるで立ち位置がなかったような楽器もね、新しい立ち位置を与えられ、その楽器の存在そのものをもって喜ぶ、
響き出すっていうのが新しい時だなと思います。で、私はあの時のことがなんかうまく言葉にできなくて何だったんだろうとずっと思ってたんですけども、この礼拝で話したいなと思ってた時に、ずっと思っていたのは、あの時何か響きがお腹の中に入ってきたんですね。ドーンって、それは本当はドーンとした響きではなくて、キラ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 した光のような響きなのに入ってきたかと思うとずっと残ってるんですね。そしてお腹の中からふつふつとした喜びが湧き上がってきました。本当にこの喜びは消えることのない喜び、この響きとともにずっと私を作り変えてくれたような、そんな思いすらする響きでした。新しい年、本当にこの響きの中、新しい響きの中で、新しい歌の中で、新しい礼拝がなっていく、神様の喜びがなっていく、これが新しい礼拝かなというふうに思います。今日はピアノは入りませんが、その命の流れのアレリアを共に賛美したいと思います。すべて
この命のハレルヤの賛美、これをピアノがもはや歌の背後に流れる奏楽ではなく、もう本当に自由にそれぞれが賛美する、その録音を11月末にしました。それは11月の第1日を白い歯と35周年記念の礼拝を、この賛美を紹介するためでした。この時にピアノを弾いたマナエさんと私はカリフォルニア伝道にこの礼拝の時には使わされることになっていたので、その録音が礼拝で流されました。そしてこの伝道を持つことになったのは、子羊の群れで一番最初に集会を始められた平野勝弘さんが2年前の12月に天に帰られましたが、コロナでよみがえりの命の喜びの式を持つことができませんでした。そして2周年にあるこの12月に妻の恵子さんがその式を持ちたいと立っての願いで、その式を持つことになり、私は初めて、よみがえりの式の司式をしました。もう他ならない勝弘さんご自身が天と地が一つになってキリストのよみがえりの命を喜ぶこの時を待ちに待っておられたことが迫りました。そして本当に賛美は力だっていうことをこの式を通しても見せられました。そしてこの白い鳩記念礼拝でピーター先生は、白い鳩が美津子さんに来て、そしてその一粒の真珠を見つけて、もうすべてのものを捨て去ってしまったという話をされました。またこの平野勝弘さんも、子羊の群れの集会を始めた時にたった一人の孤独を味わわれた方でした。ちょうど勝弘さんはどこか他の教会に行っておられた時に、カリフォルニアのマウントハーモンというところでいろんな教会がね集まって、超教派で持つ修養会が持たれていました。そしてそこに講師として招かれていたのがピーター先生でした。もうそこに来られた方たちはみんなピーター先生のもう生きて働いておられるイエス様がありありと迫るメッセージと、そしてもう聖霊の力が深く表されるその祈りに驚いて、もういろんなたくさんの方がピーター先生の周りにもう押し寄せるかのように集まっておられたそうです。そして勝弘さんもそのピーター先生を通して白い鳩に触れられ、集会を始められました。この勝弘さんのことについてはさらにエピソードがあります。平野勝弘さんが天に帰られてからの5ヶ月後、2021年の5月、風の教会で賛美をしているときに、なんと突然平野さんっていうのは頭が丸つるつるなんですね。そのつるつる頭の、そして顔が本当に丸いんですね。で、丸いお顔で、また笑うと目がこうない感じなんですね。もう本当にそんな方なんですけれども、そのつるつる頭の丸いお顔のでこのグレープフルーツを手に持ってね、これはリバイバルだってなんか言ってこられたんです。で、私はもうそれを見て本当にびっくりしました。で、平野勝弘さんは今も話したよ、お話があったようにカリフォルニアで長くリーダーをしておられたんですけれども、ちょうどその頃の1998年頃、私は初めて平野さんにお会いしました。で、
その時に平野さんがね、ある日ね、いいところへ連れて行ってあげるって言って、連れて行ってくださったのが一本のグレープフルーツの木でした。で、そのグレープフルーツはロサンゼルスのリトル東京というところの一角にある立っているんですけれども、このグレープフルーツの木の下で平野さんが熱く語ってくださったことがあるんですね。それは100年ほど前にこのグレープフルーツがあるアズサストリートというところで激しい精霊運動が起こって、そしてたくさんの人が精霊に満たされて神様の凄まじい御業が起こった。そしてその時はキリストを信じる人がたくさん起こされて、そのアズサストリートに人々が近づくだけで精霊に打たれてひっくり返ってしまうって、それほどの場所だったそうなんですね。そしてこのグレープフルーツの木はその神の御業を全部見ていたんだよって、なんか感慨深そうに話されたんですね。そしてまた、これはまたここに、またこの地にリバイバルを、そう祈ってるんだ。もうまるでグレープフルーツと平野さんが一体になったような、本当に祈りで一つとされたような、そんな思いで私はそれを聞きながら感動しました。ああ、だから2021年風の教会にグレープフルーツを持って、これはリバイバルだって現れたんだと思いました。平野さんはあの賛美の中、グレープフルーツもですけれども、自分たちの祈りがなっている、その感動を伝えに来てくれたんじゃないかなと思っています。で、本当に平野さんとグレープフルーツが再びリバイバルをと願っていたこのリバイバル、それ以上のリバイバルをこの風の教会の賛美の中で目撃して、お二人はというか、お二人ですねは、本当に私は天で仰天して見ているんじゃないかなと思って、すごく嬉しくなりました。三津子さんの自宅の隣に鳩農園ってありますけれども、今その鳩農園の一角にグレープフルーツの大きな木があって、私たちがアメリカに使わされる12月初めにはもう黄金色に大きなグレープフルーツの実が木にたわわに実っていたんですね。もうこれは三津子さんが食べたグレープフルーツの実から取ったその種、そのたった一粒の種からもう大きな大きな木がもう数えきれないほどの大きな実をならせている。私はそのことにも何か新しい神のリバイバルの時を、この木がグレープフルーツの実が告げ知らせてくれているような気がしました。そしてマウントハーモンのその収容会でね、もうたくさんの人がもうピーター先生を通して、もうキリストの命に触れて、たくさんの人が集まってこられたんですけれども、このピーター先生が三津子さんと共に子羊の群れを始めるということを発表された時、もう本当に蜘蛛の子がもう散るようにみんな去っていってしまいました。その中でそれでもキリストのその賛美をすると一人と集会、恵子さんと始められたのが勝弘さんだったんですね。そして家にたくさんの人が集まってそれまでしていた集会がもう誰も来なくて、3年間も勝弘さんと恵子さんはたった2人きりで孤独な時を過ごしておられたということです。そして不思議なことなんですけれども、その恵子さんがね、勝弘さんにはいろんな動物が寄ってきたのよねって言われてたんですね。で、ある時にはオウム、おしゃべりするオウムですよね、オウムが寄ってきて、で家に連れて帰って、そして一緒に礼拝してたそうです。礼拝の中で勝弘さんが感動して泣くと、このオウムも一緒に泣いてたらしいです。そしてまたある時には亀が勝弘さんのところに来て、そしてね、
勝弘さんのベッドの下にずっと隠れてたらしいんですけど、そこに家で礼拝してたんだと思います。そしてもうさらに驚くことには、庭師の仕事をされていた勝弘さんがね、ある時白い鳩が飛んできて、その白い鳩が自分の肩に止まったっていうんですよね。そしてその止まった鳩を家に連れて帰ってつがいにして、そしてなんと40羽以上にも増えて、その鳩小屋を作って飼っておられました。私は今回勝弘さんのよみがえりの式を持つにあたって、勝弘さんの周りに賛美の信仰の初音として、もう孤独な礼拝の時を持っておられたその勝弘さんの周りにね、そんな風に動物が次から次へと集まってきたっていうのはね、ああ作られたすべてのものは共に賛美したいんだ、礼拝したいんだ、そのことの印のように思いました。そして天に帰った勝弘さんがこの風の教会に現れて、もうにっこにこ笑いながら手に大きなグレープフルーツの実を持ってね、リバイバルだって叫ばれたことの意味が分かったと思いました。リバイバルっていうのはね、蘇るっていうことですけれども、死んだもの、死んでいるようなものがキリストイエス様の十字架の蘇りの命を受けて、その新しい命の中で共に賛美するものとされる、もう本当にこれはなんて嬉しい幸せなことだろうかって思います。でも今世の中では、世の中を見ると、神がいるならどうしてこんなことが起こるんだろうかっていうことが、もう世界中で次から次へと起こっています。でもこの賛美の中で、私の知性や感情では理解できないんですけれども、確かにその痛みのすべてを負うイエス様の贖いの命が、愛があることを私たちは本当に知ることができます。私がそれを知ったのはやはり賛美の中でした。私も神がいるならどうしてこんなことがあるのか、神様に出会って子羊の群れに導かれて、そして賛美で全てが完成するということを聞いたときに、私はそう思って、本当にそれが分からなかったんですね。でもそれが分からなかったとき、私の心の中は暗くて不安でいっぱいで、重たくて、そして私は希望を持つことができませんでした。でもそんな時に、この子羊の群れの賛美が満ちる礼拝の中で、もう本当にただただイエス様の御名を静かに静かに賛美する礼拝を捧げていた時のことだったんですけれども、私のもうお腹のもう存在の核のようなところから、この賛美の中に全ての答えがあるっていう力のようなものが突然込み上げてきたんですね。そしてそれは私のそれまでの賛美をしていて何になるのかという、その思いを打ち砕きました。それが私の賛美の信仰との出会いでした。私は今この新しい賛美が次々と与えられてますけれども、この賛美のリバイバルが全ての作られたものの存在を癒す、全ての作られたものをその作ってくださった作り主を喜び賛美し褒めたたえる喜びに一つとする、そんな時が来ていると信じます。そしてこの喜びを知るために白い鳩を送ってくださった神、この神に私たちの白い鳩の告白の賛美を捧げたいと思います。
この賛美をしていると、昨年のクリスマスイブのキャンドルライトサービスで、その火を光をつないだその街道の様子が目に浮かんできました。私たち一人がこの白い鳩の信仰告白をするとき、その白い鳩のその願いはまた今傷んでにいるその人につながれていく。この告白は光だ、闇を照らす光だ。一人一人の告白がこの地に満ちて、この闇がキリストの光の勝利の表されるところに変えられていく、そんなイメージが浮かんできました。そしてハレルヤの賛美の大洪水は、本当に作られたすべてのもののその存在の光が放たれるために、その光を閉じ込めているものから、この光が放たれるためにこの大洪水が今あると思います。そのアレルヤの大洪水が始まったのは2021年6月、ピーター先生が1960年代にアメリカ・ヒューストンのリディーマー教会で歌われていたアレルヤの賛美を、この風の教会の礼拝で流されたことがきっかけでした。その教会はアメリカを席巻したカリスマ運動、100年前には先ほどのあのアズサストリートのね、あのもう大リバイバル聖霊の運動がありましたが、1960年代にはアメリカ全土を覆うまた聖霊の火が広がって、このリディーマーチャーチのように賛美が満ち、そしてもう大敗的な、もう虚無的な生活も送っていた若者たちや、次々礼拝で癒されて、そして賛美するものへと変えられていきました。リディーマー教会はその中心の一つでしたが、悲しいことにその教会は今廃墟となってしまっています。そして廃墟となっているのはリディーマー教会だけではない、キリスト教国であった欧米のたくさんの教会が今は廃墟となっていると聞きます。もう今は礼拝のために使われなくなった街道がレストランになったり、いろんなイベントをそこで行うように使われている。そして全米に聖霊の火が燃え広がったカリスマ運動、もういろんな火が燃えては消えていく、それがこの歴史の中で繰り返されてきましたが、私は一つには霊で始まったことを肉の力で仕上げようとする、そんな人の力が強く働いてしまったということが原因であったと思っています。あの使徒パウロも嘆いていますけれども、人は霊で始まったことを肉で仕上げようとしてしまう、そんな肉がありますよね。でもこの天の賛美が満ちる風の教会で礼拝をしている今、私はそんな人の肉の限界を超えるものが今表されているということを見せられていると思っています。エペソに書かれている、時が満ちるに及んで、もうキリストにあってことごとくすべてのものが一つとされる、この一つとされるという中には、もう私たちのどうしようもない、まるで神から引き離すかのような力も肉の力も、その時が満ちるに及んで表される礼拝の中ではことごとく賛美とされてしまう、もうそんな驚くべき礼拝の世界だと
思います。そしてピーター先生はリディーマーチャーチで歌われるアレルヤの賛美を LP レコードで初めて聞いたときに、天の賛美が満ちる教会を日本の地に作りたいという夢を持った、神の夢が与えられたと語られました。そしてやがて瑞子さんに聖霊の白い鳩が来て、子羊の群れが生まれて、そして天の賛美が歌われるようになった。2000年1月聖なるカナを皮切りに天の礼拝の世界が開かれました。私は今この賛美の、新しい賛美の洪水の中で新しいリバイバルの時が来ていると、本当にその始まっていることを見せられていると思っています。そして2020年12月に黙示録コンサートを持ちましたが、そこで瑞子さんは言われました。もはや自分の賛美はいらない、人のための賛美もいらない、神のためだけの賛美をする、感情を超え霊と誠をもって賛美する、それがすべてのもののための賛美となるということだと思います。今こう語られたことを改めて思い出し、そして先ほど歌った命の流れのアレルヤの新しい賛美、この新しい賛美の中でソロ隊とともに奏楽のピアノがもはや奏楽ではなく、もう全くソロ隊の一人のようになって、それぞれが自由に賛美し互いに響き合う、その新しい賛美を私は録音で後で聞いたんですけれども、その本当に神秘的な美しさに涙が本当に出るほどでした。何かこう本当に聖霊の花が次々と開いていくような、命の水がこんこんと湧きいずる、その水の源泉に触れてその水を飲んでるような、なんかそんな感じがしたんですね。そしてそこでは賛美している人も、そして賛美を聞く私も、肉は持っているのにもうこの肉から解放されて、肉の重さはみじんもない、自由な世界がそこに広がっていました。私たちはこの肉の体にあって生きていますけれども、そのことはキリストが神の御子であるのに、この地に小さな幼子として私たちと同じ肉の体を持って生まれてくださった、この受肉の神秘に私は匹敵するほどの神秘だなと思ったんですね。私たちがこの肉を持って生きていること、ここに神の実はもう凄まじい神秘がある。神が天と地を作られた、だから私たちは今この地でこの肉を持って生き、そしてだから痛みもあるし悲しみもあるし、いろんな葛藤もあるんですけれども、でもその肉を持って生きるただ中に、すべてをあがなってくださったイエス様の十字架の、その十字架を喜ぶ、もう本当にすべてを、もう涙もすべてを覆い尽くすほどの喜びがある。あのこともあってよかった、このこともあってよかった、もう真っ黒なそのオセロをこうひっくり返して白に変えてしまうほどのね、大転換のね、よみがえりがそこにあります。今年は新しい礼拝の年ですけれども、新しい礼拝の力、すべての作られたものを一つとする、そんな力が新しい礼拝の中には
あると信じます。礼拝の中で天と地は一つ、そして霊と肉も一つ、すべてが響き合い調和する大ハーモニーの世界に入れられることを期待します。今地球は、世界は傷んでいますけれども、その世界のただ中に表される天の礼拝を、私たちはそこに入れられたものとして礼拝を捧げていく。そして黙示録五章に描かれている光景が、今終わりの時の神のリバイバルとして迫ってきますが、その御言葉を読ませてください。少し長いですが、黙示録五章六節から十四節までを読みます。私はまた御座と四つの生き物との間、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。子羊は進み出て、御座にいます方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老とは、おのおの盾ごとと甲の満ちている金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。その甲は聖徒の祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その地によって神のためにあらゆる部族、国語民族、国民の中から人々をあがない、私たちの神のために彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。天と地、地の下にあるすべての作られたものの賛美、この黙示録の賛美を共に歌います。天と地、地の下と海の中にあるすべてと作られたものよ、声を上げよ。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力と世々限りなく、御座におられます。
キリストイエス様、あなたの天の賛美をありがとうございます。御座にいます方と子羊とに栄光がいよいよ限りなくあるように、この賛美は今天で地で響いています。尊い尊いキリストイエス様、あなたの聖なる御名をあがめ、そして心から褒めたたえます。あなたの賛美がこの土地全地に満ちますように。そして主よ、私たち一人一人をあなたの賛美によって、あなたの響きによって覆ってくださっていることをありがとうございます。あなたに心からの感謝を捧げ、キリストイエス様を褒めたたえつつ、主よ、あなたの聖餐に預かります。キリストイエス様の御名によって祈ります。アーメン。父よのアレルヤを賛美しながら聖餐式を持ちます。何者も何事も恐れることはない。キリストは十字架の上で勝利した。永遠に勝利した。アレルヤ。何者も何事も恐れることはない。キリストは十字架の上で勝利した。永遠に勝利。キリストイエス様、新しい年の新しい聖餐式、あなたの命と一つとされる聖餐式をありがとうございます。あなたが十字架の上で流してくださったこの血潮によって、私たちはすべての痛みも悲しみも洗い流され、覆われ、あなたの命と一つとされることをありがとうございます。この命を受ける者は新しい命に生きる。誰でもキリストにある者は新しいもの。主よ、あなたの新しさを一人一人に着せてくださることを心から感謝し、聖なる尊い血潮をいただきます。
そして死を、あなたが十字架の上で咲いてくださったこの聖なる体、キリストイエス様のお体をいただきます。これによって私たちはキリストの命につながれ、一つの体とされた。主よ、あなたの体に生かされていることをありがとうございます。どうぞ天も地もこぞってあなたを褒めたたえるこの賛美の中で一つとして私たちを生かしてください。心から感謝してこのキリストの体をいただきます。アーメン。キリストイエス様、新しい年、あなたの命につながれ、あなたの命に生きるものとされたことを心から感謝します。どうぞ私たちに連なる一人一人に、過去の人にも未来の人にもあなたの命が流れていきますように。そして今ある私たちのうちにある痛みも悲しみも苦しみも不安も、あなたの十字架につけられたことを感謝します。神の喜びがお一人お一人に満ちますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。感謝して献金の時を持ちます。私たちのすべての必要を豊かに豊かに与えてくださる神よ、私たちはそのあなたから与えられたものの一部をあなたにお返ししました。そして私たちのあなたのその賛美の中で、私たちのこの存在のすべてを賛美として今改めてお捧げします。主よ、私たちの賛美を通してこの地に
あなたのよみがえりの命を注ぎ、廃墟となったところ、痛むところ、戦争で破壊された地を、主よどうぞ癒し、新しい礼拝の喜びでその地を覆い尽くしてください。あなたの感謝をもって今この新しい時にこの地の全地の癒しをあなたに祈り、そしてあなたの癒しをすでに十字架でなったことを信じ受け取ります。主に感謝感謝感謝、アーメン。天と地は一つ、天と地と地の下にあるすべてのものの賛美、雨土こぞり手を最後に共に賛美します。
天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、海の中にあるもの、作られたすべてのものよ、こぞって主を褒めよ。そしてこの主を褒めたたえる賛美の中で、すべてのものは生きる。主よ、新しい命に生かしてくださっていることをありがとうございます。父なる神様の愛と御子イエス様の祈りと、そして聖なる御霊の喜びが、この2023年にという時に、そしてその時を生きる私たち一人一人にありますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。